産業廃棄物は年々増加しています。その中でも有機系廃棄物、いわゆる生ごみの問題は深刻です。その多くは食品加工の副産物として出てきますが、水分、養分を多く含んでいるために重くてかさばり、腐敗しやすく、そのため運搬、焼却、廃棄とその処理に多大なコストがかかり、また環境汚染の一因ともなっています。そこで物の流れを循環させる資源循環型社会への移行が世界的な流れになっています。その流れに合わせるようにリサイクル関連の法律が続々成立しています。今や廃棄物処理の主流はリサイクルへ。そこには新たな産業革命の波が起きています。有機系廃棄物の処理から再資源化まで、真空乾燥方式有機リサイクル装置 DS シリーズ、特許実用試案に輝く処理目的に応じた高性能のラインナップです。健康食品として有名な青汁、その食品加工の副産物として搾りかすが出ます。いわゆる植物残渣です。私のところの事業 の、 行えると言いますかね、品目というのが、動植物性残渣、現状はもうやはり焼却、それから、よくて肥料化、堆肥化というのが今の流れだったんですよね。もう一歩先を進めた、餌まで持っていこうと。だからやはり物中物はやっぱり一つのこう循環して流れていかんことには、リサイクルという確立したものにならんからですね。だからそういう部分じゃ、餌まで持っていき、その餌が高品質な餌であるということがですね、やっぱり第一条件じゃなかろうかと思いますよ。まあ、この機械自体は非常に素晴らしい機械じゃなかろうかと思いますしね、こういう機械が、こういう中間処理の、リサイクル業者、それからその排出業者ですよね、そのあたりにどんどん浸透していけばですね、リサイクルの輪というのは急速に広がっていくんじゃなかろうかと思いますけどね。は実用新案に輝く DS シリーズの処理メカニズムをご覧ください。処理する原料をタンク上部の投入口から入れると、内部で一定のスピードで攪拌され混合されます。タンクの中を真空にします。タンク内の蒸気熱で加熱されても焦げ付きません。原料の水分は蒸発していきます。この蒸発した水分は熱交換器に取り入れられ、凝結した後パワートラップで分離され浄化装置へ送られます。このように原料を短時間で効率的に脱水乾燥することができます。しかも原料に含まれているタンパク質、脂肪などの栄養分を損ないません。また微生物の発酵、培養も短時間で効率的にできます。DS シリーズの高性能でリベ広さを確認してみましょう。一つ一歩、混合1、機体の単独処理が簡単、2、真空層、焦げの高品質の製品ができます。3、処理さないのでダイオキシンの発生はありません。有機系廃棄物は無数にあります。家庭やスーパー、レストランなどから排出される生ごみ、魚市場、水産加工場、鮮魚店などから排出される魚のアラ、また豆腐を作るときに大豆を煮て砕き絞ります。その絞りかすがおからです。タンパク質、脂肪に富み食品原料になります。
それでは水分がおよそ 93% という焼酎廃液処理の設置例をご覧いただきましょう。ご存知のように焼酎を製造するときに出る焼酎廃液の海洋投棄は20世紀中に禁止されています。DS シリーズを設置されたメーカーでは脱水・乾燥の処理を行い、容量の減少を図るだけではなく、この素材を混合することで再資源化し、家畜飼料としてリサイクルしています。導入された企業では廃棄物の処理コストを大幅削減し、環境保全について企業のイメージアップを確立されています。環境保全という面では畜産業の方々にとって環境の処理、匂いは重要な課題です。吉松は南九州畜産工業グループ農場として子豚製肉トンを行っております。吉松ファームではこの機械を糞尿処理と飼料作りに使っています。私が担当していますが、操作が簡単で、例えば飼料作りの場合は米ぬかで土着菌をこの機械の中で培養して、出来上がったものとおがくずを混ぜて豚舎の床に敷く方法をとっています。この飼料によって匂いがなくなり、豚には良い環境ができます。この機械は環境保全、資源の循環、そして安心安全で良質な豚肉の生産に役立っています。 DS シリーズは土着牧場で土着微生物の生産装置を導入いたしました。きっかけは自然循環型農業を行っていく上で、土着菌というのがポイントになるということであります。生育を消すということ、あるいは家畜そのものの匂いを消して、畜産を飼育環境を非常に良くするという成果がまず出ております。さらに焼酎カスとか家畜糞尿とか山を使いまして、餌に土着菌でもって餌にすることで、特に豚、牛、からヤギ、鳥、そういったあらゆる家畜に来まして利用できるということが明らかになってきています。地域ごとの土着菌供給といいますか、そういったことで生ごみ処理をやるというのが多くの家庭で必要なことではないかと思います。そしてそれを地域としてその有機物をうまく利用するシステムを作り上げていくということで、循環型の農業ができますし、そしてそこから出てくる生産物というのは非常に食品としての価値の高いものになってくるというふうに考えております。今まで水分を多く含むために運搬・焼却に多くの時間・コストがかかっていた有機系廃棄物の処理、しかし乾燥処理をすれば含水率 90%、 重さ1トンのものが水分を 10% 減らすだけで全体の容積は大幅に減り、重量はなんとおよそ半分近くになってしまいます。真空乾燥方式有機系廃棄物リサイクル装置 DS シリーズは、処理するもの、量、ものに応じてさまざまなシリーズ生産加工をされている企業の方々、産業廃棄物処理業の皆様、収集処理をされている地方公共団体の担当者の方、漁業、農業、畜産業に携わっておられる皆様方、あなたの問題を解決する DS シリーズがあります。この技術とノウハウは数々の特許、実用新案に輝いています。株式会社アグリックスへご連絡ください。有機系廃棄物のコスト削減、再資源化、製品化、コンポストなど、ご相談内容に応じたご提案をいたします。また本社工場にはデモ機を用意しています。送っていただければ実験できます。21世紀の地球環境を豊かにし、循環型未来の実現に向けて、
株式会社アグリックスは真空乾燥機有機リサイクル装置 DS シリーズで皆様のお手伝いをいたします。